ファヒド・ベン・ハルファラーは、フランスペロンヌ出身のチュニジア代表サッカー選手。ブリスベン・ロアー FC 所属。ポジションは MF。チュニジアのメサーディンから移住してきた両親のもとに、生まれる。6歳の頃からサッカーを始め、ユース時代は2001年までキャフック・ペロンヌに所属し、フランスアマチュア選手権2のカテゴリーでプレーしていた。2001年に、 リーグ2のアミアン SC と契約を結び、ここで4シーズン過ごした。最後のシーズンは、怪我により14試合の出場に終わった。2005年に、スタッドラバルへ移籍。しかしチームは3部に降格となり、翌シーズンから2部への復帰を目指したが失敗に終わった。その後、大学で、スポーツマネジメントの学位を取得した。2007年に、 アンジェイス COO に入団すると安定したパフォーマンスを披露。その活躍から冬の遺跡市場ではオリンピックマルセイユや AS サンテティエンヌといったリーグアンのいくつかのクラブの目に留まった。2008年1月17日に残留の意思を示したが内科の遺跡を見据えアフリカネーションズカップ2008への参加自体の表明もいった。この決定は 多くの波紋を呼び批判を集めた。クープ・ドゥ・フランスのオグック・ニース戦では、リーグアンの格上が、相手ながら16分の間に2ゴールを決める活躍を、見せた。自身は、リーグでの最優秀選手に選ばれるだろうと、語っていたが、最終的に、トロフェ・アン・フップ・デュー・フットボールから、ベストイレブンに選ばれた。所属は、アンジェのままで、新シーズンを迎えたが、2008年8月に、 リーグアンの SM カーンへ移籍金200万ユーロで加入。8月16日のバランシエンヌ FC 戦で同クラブデビュー、9月14日の、A、AS サンテティエンヌ戦で初ゴールを挙げた。シーズンの結果クラブがリーグゥへ降格したため、2009年6月11日にバランシエンヌと3年契約で移籍した。2010年8月26日に FC ジロン論ン。 ボルドーへ400万ユーロの移籍金で加入した。全エースのヨアングルキューフがつけていた背番号8を継承した。出場16試合目のサンテティエンヌ戦で初ゴールを決めた。2014年1月28日、トロア AC に移籍した。2014年9月18日、メルボルンビクトリー FC に移籍した。2014から15シーズンには、 A リーグと FFA カップ制覇に貢献。同クラブでは、カップ戦含め計76試合に出場し、12ゴール16、アシストを記録した。2016から17シーズン終了をもって、メルボルンを去ると、トーマス・ブロイヒの後釜として2017年5月26日に、ブリスベン・ロアー FC と1年契約を結んだ。2008年9月6日のブルキナファソ戦でデビュー。 10月11日のセイシェル戦で初ゴールを決めた。2009年12月29日アフリカネーションズカップ2010でのプレーを拒否。この行動にチュニジアサッカー連盟は FIFA フフに制裁措置を求めた。こうした行動にもかかわらず、これ以降も定期的に召集されている。ありがとうございます。